これはもう大変なことになったなっていう、いろんな方からレクチャーを受けるんですけど、はいはいはい、でもまず何をメモればいいか分からないところですね。デッドボール当てに行きますよって言うときものすごい嬉しそうだった。小沢さんって細かいこと言わないんですよ、うん、結構顔に圧ありますからね。え、どうされたんですかって聞いたら、うんうん、あなた追い越せるわけないでしょって。もう大好き、ゆうこちゃん大好きみたいな。はい、じゃあここから後半を伺ってまいります。よろしくお願いします。僕にもできた国会議員の内容ですけれども、先ほど2012年12月の衆議院選挙では、まあ、落選されたわけですけど、翌年の7月参議院 選挙に東京選挙区より出馬、66,684票で当選、5名中4位で、この時のちょっとことを思い出していただけますか。はい、はい、これでやっと、まあ、中に入れるんだということですね、うん、というのはその前の衆議院選挙の時に落ちた時の悔しさっていうのが自分でもよく分かってなかったんですけど、やっぱり落ちて分かったことは何かというと、自分が本当に心の底から悔しかったんだと気づいたんですよね、うん、なるほど。この悔しさは何なのかっていうと、やっぱりその2012年立候補する前の1年半ぐらいは結構全国回っていろんな人の話を聞きに行ってたんですよ。やっぱり中に入ってこの人たちの声を届けなきゃと思ってたのに、落ちることによってやっぱり行けなくなったっていうことに対する自分自身への怒りだったりとか、なんかいろんなものが湧いてきたんですよね。だから13年に受かった時にはやっぱりやっとスタートラインに立てたんだなって思いがあったんですけど、やっぱりなってから困ったっていうか、いや要はいろんな方からレクチャーを受けるんですけど、でもまず何をメモればいいか分からないですね。この本にね、この本を構成した天宮佳林さんという、まあ、はい、作家の方ですけれど、はい、初登頂の日のことを書いてられまして、天宮さんは貧困問題にすごく詳しい方ですけれども、うん、そのレクチャーが始まってすぐ太郎の様子がおかしいことに気づいたと、うん、ノートとペンを持っているのに全くメモを取っていない、うん、目がうつろで傍から見てもほとんど意識が飛んでいた。いや本当にそうなんですよ。そんな感じですか。いや全部大事に聞こえるし、でも全部メモるのは無理だし、じゃあ要点だけと思うけど要点は何なのかがよく分かんないというか、まとめられないということですね。だからその状況を自分の中で把握したときに、これはもう大変なことになったなっていう、だからこれをいつアジャストできるのかっていう、なんかもう本当めまいしましたね。なるほどね。その天宮さんに言わせると、やっぱりしかし勘のいい太郎さんはさまざまな専門家と猛烈な勢いで会い、レクチャーを受けたちまち化け始めた。ご自身ではどうなんですか。やっぱりもう知っていくしかないってことですね。だからあまりにも知らなすぎたっていうスタートの中から、こう徐々に知っていくしかないっていうことに気づき、やっぱりこうステップバイステップでいろんな話を聞いて、なんだろう、自分の中でこう玉作りをしていくっていう作業なんですよね。デッドボール当てる玉、はい、泥玉を、泥玉に石入れて、ね、デッドボール当てに行きますよっていう時ものすごい嬉しそうだったんですよね。でもよくね、太郎さん、僕ちょっと知ってるんですよって言うと、はい、なんか参謀いるんですかみたいな話をね、はい、よく言われるんですけど、いないんですよね。いや欲しいです。いやよく言われますよ。よく言われます、ね、例えば質問の中身、とかっていう部分に関して、これはちょっと背後に誰かいるなみたいな、だからそういう人紹介してくださいって話なんですけど、まあ、もちろんそれぞれの専門の方だったりとかっていう、人々からこうお話を伺って、それぞれ聞いてね、質問を作るときに手伝ってもらったりもすることあります、けれども、なんだろうな、しっかりとこう全体を見て、じゃあここはこういうふうに攻めていきながらとかっていうようなことをコントロールしてくれる人はいませんよね。まあ、だからそういう天宮さんとか、そういうまあいろんな、はい、専門知識のある人がいて、それを自分で聞いて理解して統合してるっていうことだと思うんですね。でまあ、そうやって猛烈な勉強を始めて、でこの年表を見て分かるんですけれども、この通ったのが2013年の7月で、その2014年の12月に、もう小沢さんの生活との党と合流して共同代表になりますね、これなんか今から見たら、僕らから見たらなんかすごく、まあ、
ラッキーとかいい出来事だったんじゃないかなと思うんですけど、ね、いかがですか。まあでも私それまで無所属で、うん、ほぼ国会の中で干されてるような状況だったんですね、うんうん、だからこれはグループに入って自分の活動の幅を広げ発言する力をねつけるっていうのは非常に大きな話だったと思います。でもまあはいはいじゃあ行きますねって話にはなんないんで、まず小沢さんのグループ生活の党はどういうことを言ってきてるのかってことを見たときに、まず消費税消費増税っていう部分に反対して民主党を離れてるんですね。でこれ一つだけ取ってもあ考え方一緒だなっていうのと、もう一つはまあ、東電原発事故において避難をしますっていう人たちに対して避難の権利を与える、国がバックアップすべきだっていう考え方、これ多分公党として示しているのは当時生活の党だけだったんですよ。この2つだけでもう十分だなと思って、逆に言ったらなんでもっと早くから一緒にやらなかったのかなっていうことをその時に思ったぐらいですね。でまあ一緒になるっていうことによって何かいくつか条件を出そうと思って、例えば共同代表にしてくださいとか、で政党名変えるとか、なんか付け出すことできますかみたいなことですね。で小沢さんが柔軟だなと思うのは、自分目的のためには譲れるものは全て譲るっていう、なんかそういうそうみたいですね。すごいですね、それ畑山さんもそう言ってましたね。あそうですか。畑山さんのところと合流した時も、党名も政策も人事も一切文句をつけないから、それでやってくれって言われたっていう、まあ、はっきり言っちゃうと、そこまでしないと、大きな塊になるのは難しいんですよ、ね、はっきり言うと、ね、政策をこう一致させていって細かくとかっていうのはもう一人一人でも違いますからね。そうなんですよ ね、 だから本当にもうざっくりと一緒になっていく、で一緒になった後に中でやっていくっていうことが多分現実的だっていうことを教えてくださったと思うんですけど、びっくりするのはこちらが出す条件全てを、俺としては OK だよって、他のメンバーにも確認して OK だったらそれで行こうっていうことを、やっぱり目的のためには全部譲るっていうスタンスの、小沢さんを見てちょっとびっくりしましたね。いやこの番組のね2回目に鳩山さんに来ていただいて、はい、でその民主党がその政権を取るまでの過程をやったんですけれども、やっぱり小沢さんとそういう小沢さんが一切条件つけないで合流してきて、小沢さんが来たことですごく安定感が国民の間に出て、で政権取れたみたいなのがあって、なるほど、だからやっぱり太郎さんがねそのこの段階で小沢さんと組んだってすごく大きかった。でそういうなんかもう細かいことをつけたらまとまらないからつけないっていうこと以外に、なんか、ね、どういうことを学びましたか。で何だろうな、小沢さんって細かいこと言わないんですよ、例えば指導とかね、しないんです。私何年か一緒に小沢さんと一緒にやらせていただきましたけども、その中で言われたことって何かっていうと3つしかないです。一つは当時夏場で委員会に、委員会の理事会とかですよ、要は本番の委員会じゃなくて、私今日みたいな格好ですね、下 T シャツでジャケットだけ羽織って行ったんですよ。したら問題になったんですよ。でそのことを多分回り回って小沢さんのところに行ったんですよね。で後日私が小沢さんに会う時にネクタイ締めていったんですよ、そしたらそれを見てネクタイ似合うじゃないかっていう言い方をされて、君はもともと誤解されやすいんだからネクタイとか締めてたらすごく印象いいよっていう、まあこれは遠回しにちゃんとした服装していきなさいよってことを多分ふんわりと言われたと思うんですね。だから私それを言われてからは夏場でも維持でもネクタイ締めてって、でその怒られた委員会でも夏場はしなくていいんだよネクタイって言われるぐらいにまでも維持になってネクタイ締めてたっていうのがありますね。でもう一つはこれは安保の時ですね、安保の時の最後本会議場で私が自民党が死んだ日っていうテーマで最後もう葬儀をやったわけです、自分一人だけで。その時に焼香をするっていうことをやったんですけど、でまあそれが全部終わった後に小沢さんのところに次の日挨拶しに行った時に、あれはまずいと、焼香はやりすぎだ、あれはまずいっていう、せっかく委員会でいい質問してきたのにこれで台無しになったら もったいないと、だから怒られたのはそこだけですね。でもう一個あって、それは何かというと今回れいわ新選組を旗揚げする時にどうしてもやらせてもらいたいと、だから何でしょうね、一緒にやってたけども離れて一人立ちさせてくださいってことをお願いしに行った時に、野党共闘をしていくっていう時に君がここから旗揚げをするっていうことになると、これは野党共闘を壊すという理解をする人たちもいるだろうと、そうなった時に君の政治生命が奪われることにも発展しかねないけども、
そこまでの覚悟があって言っているのかっていう確認をされたところですね。この3点だけですかね。やっぱりなんかかなりソフトな言い方するんですね。なんかすごく強圧的じゃなくて、あの結構顔に圧ありますからね。存在自体に圧があると思われる。でもそんなことないんですよ。喋るとすっごく柔らかくて柔軟な方なんですけど、まあイメージ的に圧があると思われてるんで、でももうほとんどあの言わない方ですね。でちょうど今おっしゃったのがこの2015年9月の9月18日、あの安保法制の時ですね。これはもう本当に2015年は大問題になって、でその時の太郎さんの国会質問をまとめたのがこの安倍総理への質問、はい、これはもう本当にこの段階になるとね、まあ、なんかもう与野党から山本太郎の質問素晴らしいみたいな、あ、あの意見があったらしいんですけれども、その9月18日参議院本会議で、採決の時にあの5回やったわけですよ、ね、しつこい、しつこい、初めてなんで何回やりゃいいか分かんないんで、うん、全部やってやったっていうやつですね。でこれ僕らはもうなんかの夜中のことだからよく理解しなかったんだけど、はい、議決投票が5回あって、安倍首相問責決議案、はい、河野池委員長問責決議案、うん、2度の討論時間制限の動議、そして安保法案と5回の議決投票が行われたと、はい、で太郎さんは5回今おっしゃったように全部UFO した。これ怒ってましたね。与党だけじゃなくて野党も。これは結局徹底抗戦って言いながら、これ結局ね、この安保法通った後どうなるかって言ったら、多分次の日ぐらいに安倍さんが国連の会議とかでニューヨークに旅立ついだったんですよね。あ、それでお土産っていう。そうなんです。だからお土産なんですね。だからお土産を持たすなと、いくらなんでも手ぶらでニューヨーク行かして数日間は手ぶらのまま、それがアメリカへのメッセージにもなると、日本では揉めてると一筋縄ではいかないぞ、反対っていう意見がもう強いんだっていうことをやっぱりあの伝えなきゃならないと思うんですね。そういう意味でやっぱりどうしてこれをあのここで手打ちするんだってことですね。もっと徹底的にやらなきゃダメだろ野党もっていうメッセージだったんですけど、いやだからその、まあ、ここでその証拠パフォーマンスがその1回目の UFO の時 で抗議のスピーチというのがあの5回目の UFO の時で、まあ、今おっしゃった内容なんですけど、それちょっと動画がありますのであのお聞きください。これはやっぱりなんかすごくみんなの心を打ったっていうか、そのアメリカと経団連にコントロールされた政治はやめろっていうのは、僕もあそうだそうだそうだ、あその両輪だっていうことで、うん、やっぱりその内側に入ったからね、分かるっていうことだと思うんですけど、いやちょっとあまりにもひどいよなっていう話ですね、うん、でやっぱり大義があるわけですね、うん、これに反対する人たちにとっては、うんうんうん、だからそこをやっぱり貫いて、やっぱり総理に対してアメリカにやすやすと生かさない、アメリカに対しても簡単に手に入るもんじゃないっていうことをやっぱり理解してもらうっていうことは必要だっただろうなと思いますね。でもやっぱり半々ですね、常に。私がこういうことをやってあのよくやったって方もいらっしゃったら、何をやってんだと、無駄なことをするなっていう人もいるし、その国会議員の野党の人たちからの反応ってどうなんですか、やっぱり。この時ではなかったんですが、うん、この、まあ、結局私が国会で牛になるっていう行動はですね、うん、あの例えば TPP の時もあれば、うん、で共謀罪の時もあれば、うん、まあまあ、何度かやってるわけです、うん、この安保に限らず、はいはい、その時に何度か怒った人いますね、私に。そうですか、そうですか、うん、あの
電車に間に合わなかったらどうしてくれるんだみたいなことを言ってくるから書いてるんですね、もうどうぞ遅れろお前みたいなやつはみたいな心の中で思うんですけど言いませんけどね。そんなことよく恥ずかしげなく言えますよね。いや本当、いやこれが通った後の人々のことの方が大変なのに、うん、今お前の電車が間に合うかどうかなんて知ったこっちゃないわっていう、うん、どうか電車遅れてくれと思いましたよね私。絶対遅らせてやろうと思ったそうですね、より粘ってやろうと思ったみたいなね。それでそのまあでもその安保法制の次の年の10月にまた選挙があったですね。それで政党名を自由党に改称で共同代表は留任されると。そうですね、まあ、あまりにも政党名長すぎたってことですね。この前が生活の党と山本太郎と仲間たちっていうなかなか一息でも言えないみたいな、ね、噛まずに言うのも大変っていう名前から自由党に名前を、うん、まあちょうどこの時に1回私自分で旗揚げしたいって言ったんですよ。あ、もうその時に。この生活の党と山本太郎と仲間たちっていうのは2つのグループが1つの党名になってるっていう、うん、体なんですね。だからいつかは自分たちでもやると、うん、だから自由党は自由党でやって、うん、山本太郎と仲間たちは、うん、そのグループでやると。あ、両方やるということを提案したんですよね、うんうん、その時にじゃあ、うん、母体の名前を自由党に変えようじゃないかっていう提案があってちょっとそれはやられちゃったみたいな。いやいや、でも好きなんですよ私自由党って名前は。自由党いいですよね。はい、でまあ自由党に名前が変わったら多分共同代表職は解かれるのかなと思ったんですけど、そのまま留任してくださってたんですよね。それは小沢さんのちょっとギリがたいところっていうか、そうですね、森優子さんとかね、その強力な人がまた帰ってきて、本当にもうたくさん勉強させてもらいましたね森先生には。なんか 姉子って言われて、いやもう姉さん、ね、姉さん本当に喧嘩のやり方教えてくださいって言いましたからね、うん、私。本当ですか。なんかギューファの時もすごいいい話が、いやもうしびれましたね、うん、あの時多分 TPP の時だったと思うんですけど、うん、で一応その本会議で記名投票、うん、要は登壇をして札を渡すっていう、うん、TPP はそうなるって話になったんですね、うん、でその時にその本会議が始まる前に打ち合わせがあるんですよ、要は議員総会的なものが、で、まあ、議員総会って言ったって私たちはもう数名しかいないようなグループですけど、その時に皆さんにすいませんって、私今日は牛歩しようと思ってますというお知らせをするわけですね、でこれは皆さんに対して一緒にやってくれってことじゃないですよって言って、私はやらなきゃいけないと思ってるんでやりますっていうことで話が終わったんですけど、いよいよ私が牛歩をやるっていう時で、まあ、ちんたら歩いてるわけですよね、その森さんが私の後ろにこう付き合ったんですよ、要は投票に行かずに、二人牛歩。そうなんですよ、でどうされたんですかって聞いたら、あなたを追い越せるわけないでしょって、もう大好き優子ちゃん大好きみたいな、優子に大好きみたいな、もういやー、なんかしびれること言いますね。かっこいいんですよ、ね、だから森姉って呼ばれるんですね。そうなんですね、もう姉さんかっこいいんですよ、うん、本当に。でもこの頃の自由党ってね、小沢さんでしょ、太郎さんでしょ、森優子さん、デニーさんでしょ、なんかこうみんな知事になったら絶対受からない人たちばっかりで、もう個性の集まりですよね。集まりですよね、なんかそういう知事連合みたいなのがあったらいいんじゃないかなとか思ったことありましたよね、だからもう自由党だけでも暴れ回って、支持どんどん集めていくっていうやり方も面白かったと思うんですけどね、でもやっぱりそれじゃあ政権交代できないっていう、やっぱり小沢さんのシビアな考え方ですよね。でまあ自由党とね、今の令和の政策、確かにまあすごく似てるんで、そのまたまあそういう人たちと一緒に大きな家を作ってっていうこともあると思いますけど、でまあここからは今年ですけれども、その自由党、まあ小沢さん最初その立憲民主党と合流しようと動いてられたわけですね、でそれできなかったっていうのはどのように田野さんの方には聞いてるんですか。あ、できなかった、その立憲民主党と最初は、なるほど、立憲は結局断ってきたとかっていうなんか簡単な連絡ですねいやだってそっちから付き合ってくれって言ってきたのに、やっぱり先日の話、キャンセルでみたいな話ですよね、それって、なんやねん先日の告白はみたいな話ですねじゃあ、あんまりいやそんな感じじゃないですか、その政治家同士の重要な話って。いや、なんかあんまざっくり言ってますけどね、
まあ、結局そういうことで、まあ、国民民主党も以前にはそういうことはあったんですけ ど、うん、でも最終的には一緒になりましたからね。そうですね、うん、でまあそのここからは皆さんもよくご記憶のように独自で令和新選組を旗揚げと、で草の根による国政政党設立へのチャレンジを始めると。で先ほど言ったように山太郎さんは99万2267票比例区裁いただけれども落選と、で令和新選組は228万764票 4.55% 集め2議席獲得、政党要件を満たすと、まあ大成功なんだけど山太郎さんは落ちるつもりはなくて、まあ、国会議員山本太郎としては負けちゃったってことですね。けど令和新選組としては前進したっていう話だと思います、うん、トータルとして自分としては 何点ぐらいなんですか。得票数を見て、うん、普通にシンプルに思ったことは何かっていうと、うん、あ少ないな票がと思いました、うんうんうん、まあ、それはやっぱり投票率低かったっていうのもあるかもしれませんし、うんうん、あとやっぱりメディアに乗れない、ね、テレビに取り上げられないっていうことがやっぱりここまで影響するのかっていう形ですかね、うん、これ事前に2回ほどその世論調査をして、はい、まあ、200万票はいけるというふうに考えられてたっていうなんかお話してたような気がするんですけど。そうですね、5000サンプルの調査なんですけど、5000サンプルを2回やったんです。だいたい新聞とかの世論調査でも2000サンプル多くてっていう形なんですよ、うん、それを5000でやったんです、ね、5000やったんですか、で2回やって1回300万円かかるんですよ、うん、もっと高いところもあるんですけど、はいはい、でもそれを使ってみて冷静に判断して選挙が始まる前にこれは200万票取れるんだな、うんうん、山本太郎っていう名前を全国で戦えば200万票は取れるんだと、うん、そう考えた時にじゃあもうこれは貯金としてこれもう使っちゃえばいいじゃないかと、うん、いうことで特定枠の2人に使う、うんうん、でまあそこらはもう運動で盛り上げてって、うん、私やその他のメンバーも上がっていけるようにしようと思ったんですけど、うんうん、全然違いましたね計算が。まあね、そこでもう2席獲得してで選挙戦に入って、はい、素晴らしい演説を何回もして、はい、あんだけ盛り上がったのに、はい、やっぱりそこ伸びなかったっていうのは、うん、そのまあ、自民党戦略もねその選挙を盛り上げない、うん、低投票率、でその選挙戦を戦うっていうね、うん、まあ、それにやられたっていうところがありますよね。まあでも現実、うん、現実の厳しさっていうものを目の当たりにしたって感じなんですかね。ただまあそれでね政党要件を満たしてその、まあ、非常にインパクトを与えたわけですけれども、それでその令和新選組の8つの緊急政策というものを掲げて戦われたわけですけど、これまあこれからまあちょっとバージョンアップされていくと思いますけど基本は変わらないっていう感じですかね。やっぱりこの日本という国に生きる多くの人々が生活が困窮しているっていうところがやっぱり一番改善されなきゃいけない、うん、当然ですね、うん、生きてるだけで精一杯とか、うん、もう死にたくなるっていうような状況から救い出すっていうのが一番重要ってことですね、うん、それをすることによって何につながるかっつったらやっぱり20年以上続くデフレから脱却することにつながる、ね、だから成長20年以上成長してない国なんていうのは世界にはないわけだから、うん、やっぱりこれは国家による経済政策の失敗、うん、国によるこの国に生きる人々への DV ですね、だからこれを何とかしなきゃ政治に対して興味を持つってことさえも難しいと思うんですよね、うん、僕のこの8つの、ね、緊急政策を見てなんかやっぱり すごく腑に落ちたっていうか、まあ、今までどんな政党の、ね、政策もやっぱりどっか不満がどっか矛盾を感じるところがあったんだけど、これはもうスッと気持ちに入ってきて、というのもそのまあ1の消費税は廃止から5の一次産業個別所得補償、まあ、これさっき小沢さん民主党とか自由党 の、うん、あの政策と一緒ですけど、まあ、経済の問題ですよね、はい、で経済の問題を前面に掲げられたと、うん、で6番とんでも法の一括見直し廃止ってこれ、まあ、簡単に言うとあれですかね、違憲立法そうですね、のはもう廃止と違憲立法と、ね、うん、そうですね、もう違憲ですね、うん、もうその人権が制限される可能性が強いものだったりとかっていうのもそうだし、うんうん、安保もそうだし、そうですね、はい、やっぱり日本は、ね、その安全保障の問題から最高裁が、ね、機能しなくなってそうですね、そういうことがいっぱいある国だから、はい、まあ、6番入れられて、うん、で7番の辺野古新基地建設中止と8番の原発即時禁止被爆させないっていうのはこれすごく重要な問題で、まあ、僕らもこの7番の安保の問題ずっとやってるんですけど、はい、やっぱり被害を受けている人が国民の一部でしかないから、最終的にはそんなに盛り上がらないですね。そうですね、本当その
問題の根本はこの辺にあるんだけれども盛り上がらない、うん、その点消費税って言ったらもう誰もがその苦しむことだし、これやっぱり自分ごととして捉えられるか捉えられないかって結構大きくて、うんうん、まあ、沖縄の基地の問題大変そうだけどでもしょうがないよねみたいな話で終わっちゃったりとか、うん、そうですね、原発の問題もまあ事故があったのは大変だけどこの先はまあ大丈夫でしょうみたいな話だったり、うんうん、自分のこととしてなかなか引き寄せづらいっていう問題に関して、うんうん、消費税って1日1回はみんなが払うんですね、そうですね、うん、だから当事者としてやっぱりあの引き寄せやすいってことだと思いますね、うん、でまあ、あのこの後ちょっとご予定もあるみたいなんでそのちょっとまとめに入りますけれども、はい、やっぱりその消費税のおかしさっていうのはね、まあ、一言で言うとこれ増税したら税収が減るわけですよ ね、 そ, うですね、でそれがあの内閣参与の藤井さんっていう京都大学の教授、ね、安倍首相のスタッフの人がそういうこと言ってるのに、うん、でも与党も野党も含めてみんなそれを増税しようという人が多いと、うん、それは太郎さん どういうように考えてますか。まあ、財務省がやろうとしていることに対してそこに反旗を翻したら権力なんて取れるはずないというような考え方なのか、それとも消費税のそもそもの考え方、そもそものというか実際に使われ方として、要は大企業に対して減税するためにそれを補填する財源とかっていう部分に対してやっぱりそこをひっくり返すわけにいかないっていうような部分なんじゃないですかね。なんかこうどうしても消費税じゃなきゃダメなんだっていう理由が見つからないということですね。見つからないですよね。論理的におかしいですね、という、うん、それもそうなんですけどこの20年以上のデフレ、うん、世の中にお金が出回っていない不景気っていうような状況を、うん、やっぱりこれ打開するためには消費を喚起しなきゃいけないのに、うん、この消費に対して課税っていう話になってくると、うん、当然冷え込むのは当たり前だよねってことですね、うんうん、一体何をやってんだっていうことなんですよね、うん、だからまあ特にね野党の若い議員の方なんてそれ論理的に考えたらおかしいんだから、それはあの、まあ、党の方がどう言ってもそれは反対っていうポジションを捉える方もいると思います。それでまあだからこの令和新選組8つの緊急政策っていうのはね、これはパッケージとしてすごくあのもう、全て正しいと。ありがとうございます。あとはこれをね広げるだけだと思うんですよね。そうですね、うん、でなんかあの今収録したのは9月9日ですけれども、来週からその全国への遊説を始めるというふうに伺っておりますけど、うん、来週からは どちらに行かれるんですか。まず第1弾は北海道に行こうと思ってます、はい、冬になったらちょっとなかなかリーチしづらい場所なので、はいはい、まず北海道のちょっとあのなかなか普段行けない場所、うんうん、まずは利尻島ですか。利尻島周辺に入ってその後稚内から、また札幌に降りて旭川行ったり、その後また、あれは根室の方ですか、うん、とか、釧路だったりとかで、その後また、網走ですか、とかっていうようなところを回っていく。ツアーみたいな感じで一回行ったら帰ってこないみたいな、それとも時々行き来するみたいな。本当は行きっぱなしで全国回っていこうぜっていうつもりだったんですけど、あの事務所から反対出まして、そんなこと言ったら死んじゃいますみたいな。なので、あの2班体制で行こうみたいな話してたんですけど、それもやっぱりちょっと難しくて、なので一旦北海道回って、一回東京戻ってきて体制整えて、でもう一度次のブロック出て、また戻って次のブロックまた戻ってっていうことを繰り返そうと。あのまあ9月からそういうことで全国回られますので、皆さん山太郎さんに会いに行っていただきたいと思いますけど、そのスケジュールはこの令和新選組のホームページに載ってるんですね。適宜載っていく。10月はまだ決まっていない。絶対決まってないですまだ9月の北海道は決まっておりますので、その北海道の皆さんはぜひ会いに行っていただきたいと思います。まあそれで本当にね、あの、まあ、さっきも言いましたけれども、その僕にもできた国会議員が数年後僕にもできた総理大臣になるように私たちもあの応援したいと思っております。山本さん、あの今日は本当にお暑い中長時間ありがとうございました。どうもありがとうございました。